周年ということで、はい、本当に楽しみにしておりますので、ぜひとも皆さん遊びに来てほしいなと思います。なんかね、韓国のミュージシャンの曲でもね、そうですね、カバーなんかしたらいいんじゃないですか。たくさん素晴らしいアーティストがいるので、はい、そうですね、なんかそういったセッションなんかもできたらなというふうに考えてます。ね、ということで皆さん楽しみにしてください。それでは6月29、30日にお会いしましょう。